コロナによって DX は促進されたと言われているでも私たちは思うのですまだまだだもっとできることがあるはずだデータを活用することで無駄を徹底的になくすことデータにより高度な意思決定を手助けすることデータ活用は閉塞感のある現状を打開し企業や 社会の未来を作るるエンジンジとなる15年以上前からデータ活用の可能性をまっすぐに信じてきた私たち今こそ一緒にデジタルトランスフォーメーションで開けるドアがたくさんあると思うのですあくまでもやっぱりこの手段だ DX は手段であってそのために何のためにやってるかって常にお客さんに新しいドアーズは。 ブレインパッドと一緒に持続可能な未来とは何かを考える場経営にデータサイエンスを取り入れた未来を皆さんと一緒に見つめたいと思いますやっぱりビジネスありきと SDX を目的化しながらもちろん内政化というキーワードは絶対にも必須ょうあマーケティングにするんだけど、ね、仮説があるばけで 事業戦略企業戦略をきっちり作ってその中で、えー、このスマホの中にあの銀行の機能を乗れ <laughs> データの価値って何だろうなって思いますよね,ねやっぱりデータってそのお客さんを映す鏡というのがあってあっいいそのため何のためやって来るか、どっちにお客さんが新しい活躍で,できるか経営者の隣にデータサイエンスを始まります 皆さんこんこにちは日経 BP のトワです本日ですねドアーズの大事なこのカンファレンスのモデレーターとしてちょっと呼ばれて、まあ、とにかくあの視聴者の方々に、まあ、ブレインパッドの素晴らしさとか、まあ、いろんなお客さん、まあ、ユーザー事例とかですねそういうものをこうあのコンテンツとして提供してるっていうことで、まあ、非常に面白い取り組みということで声をかけていただいてですね あの対談やってくれということでちょっとこういう形でちょっとシナリオもいただいてるんですけど私脚本語彙緒ことがとにかく苦手でちょっとすいませんけど面白い番組にはしようと思ってますんでちょっとこれは置いといてあのちょっとアバウトにさせていただきたいと思ってます。でまあ今回のカンファレンスは私もまあいろんな日経 BP でもたくさん DX ですとかねあのデータ活用についてのテーマでまあいろんなイベントやってますけど今回ドアーズの「 まあ、あのイベントの、まあ、趣旨に賛同できたってすごい面白いなと思ったらまずユーザー事例が豪華だということと、まあ、そのユーザー事例もただ、まあ、成功事例としてねしゃべってくださいっていうことじゃなくて、まあ、それこそ草野さんと関口さんが、まあ、対談形式で、まあ、その本音ですとか苦労談をちょっと引き出すっていう形でコンテンツを作られようとしてまあ コンテンテツを作られているているととうこでなかなかすごい取り組みだなと、まあ、マーケティング部門の方とか皆さんいろんなスタッフの方々が相当あの尽力されていいものを世の中に出そうっていうその意気込みが私は素晴らしいと思ってましてそこについては本当にいやおめでとうございますというかありがとうございますということでとうそういうところに呼んでいただいて恐縮でございます。あととあ今回、まあ、イベントの趣旨というか 掲げているその経営者の隣にデータサイエンスっていうなかなかいや面白いコピーだなと思って見てたんですけどこれに込めたちょっと何んですかね思いとかそのあたりちょっと草野さんにちょっと聞きたいなと思ってたんですけどこれどういう意図があるのかちょっと改めて教えてください。もともと DX の始まりって、うん、あのネット企業が顧客接点がソフトウェアになったことでデータを収集。 可能になりましたでかつ接点がソフトウェアなので分析に基づいてすぐにクイックにパーソナイズができるようになりましたってと、うん、こ,こからそれをうまく活用した会社がぐんぐん伸びるっていう、うん、まあ、えー、とそこでまあそこでもまあお金も潤沢な資金も得、はい、人材もためという会社が今どんどんその IoTAI の時代にリアルに染み出してきててその,あのテック勢に強強としてるまあ企業が自分たちがトランスフォームしなければ食われてしまうぞと。 いうまあ、ある種の危機感から、まあ、アメリカ等々ですね生まれた言葉だと思います。で、うんねまあ、なので結局元の元のののののはデータの活用の部分がフォアに多くの企業の場合あるんですね、はい、これは攻めてくる彼らに対して同じことができなきゃ、はい、つまり同じスピードでソフトウェアを開発し分析ができなかったら対抗できないよねっていう中で言うとやっぱりこうデジタルトランスフォーメーションを本気で考える会社、はい、ほど僕らみたいな会社にですねご相談来るようになってきてると。うんうん、この これやろうと思うとビジネスモデルに手を入れるので、うん、やっぱりどうしても経営者がコミットしないといけないこれなしには成功してないよねっていうのがまあ僕らのまあ最近の手応えですし、はい、実際そういうご相談が最適化のところももちろんまだまだ,まだたくさんあります、ねうん、ただそんな中であのもっとビジネスモデルに手を入れる相談みたいなもの、はい、でそこに僕らのご相談が増えてきてるっていうのがあってですねここはちょっと新しいトレンドだなとうん、うんで。ここはやっぱりあの特に多くの企業が本気で 突き詰めていくと最適化の部分、既存のビジネスの改善ってやっぱ限界来てしまうので、はい、やっぱ新しいところに行くっていうチャレンジは、うん、遅から早からどんな企業もやることかなというふうに思ってます。なので、うん、このトレンドを取り上げてフォーカスすることはなんかこう新しいこれからのチャレンジされる方になんか視察的なものになるんじゃないのかなということで、はい、まあ今回あの経営者の隣にデータサイエンスっていうワードで、うん、まあそういう切り口でこう。 登壇いただける方は弊社のクライアントからまあそういう意味で言うと顧客ですから、まあ、クライアントではあるんだけどもいわゆる草野さんたちがやりたいこと、まあ、社会貢献したいことを一緒にやってるパートナーとして今回まあこのカンファレンスで呼んであのまあ参加いただいて対談したってそういうことですよね。ね非常にだからまあなかなかこう脂っこい話もねありましたからね面白いと思ってるんですけど。 まあ関口さんも、こうお話しされてね、まああのカンファレンスそのもののそのコンテンツはまた見ていただいて、皆さん。視聴者の方々が感じていることはあると思うんですけど、関口さんから見て、今回まあいろいろとこう、かあの対談されてて。あここなんか、いい言葉だな、だなとか、なんかこの辺面白いなとか、なんかあの。印象に残っていることってあります?。いや、たくさんありますね。あの先ほどの経営者の隣、データサイエンスをというところで。うん。やっぱりその。見えないお客さん。 うんうん、でたくさんいじゃあその企業にとって会えてないお客さんというのも今日ありましたしあいろんな企業の方々がビジネスをやっていく中で、うんまあ、コロナにもなって会えなくなってきてる、うん、であとはもうインターネットのネット越しに普段の顔の見えないお客さんともビジネスをしなきゃいけないっていう環境の中においてやっぱりデータって そのお客さんを映す鏡というか写像っていうんですかね。なんかそういう感じはあるのかなと。つまりこう見えないものをやったことないことをやろうとするときに、やっぱりよりそれの確実性を高めていこうと思うと、やっぱりデータっていうのの力ってすごく大きいんだなと。でそれが皆さん非常にまあ。 今日お話しいただいている方々は皆さん気づかれてる方なのでなんですけども多くの方々がより気づき始めただからその DX と言いながらもなんかデジタルでサービスをやればいいということよりもやっぱり見えないお客さんと向き合っていくためにデータを使っていく重要性っていうのがすごく高まってきたっていうことを改めて今日 いろんな方とお話しさせていただく中でですね。はいうん、感じたっていうのが印象的でしたかね。まあ、古んの、まあ、取り組みって、まあ、それぞれその産業とかポジショニングとか。なん,ていうんですかね、こう、まあ、業によって全然打ち手とか優先順位って違うと思うんですけど。こう、草野さんから見て、やっぱり共通項っていうんですかね。なんか共通項ってあります。 あの共通していらっしゃるのはなんかあくまでもやっぱりこの辺は手段だ、はい、DX は手段であってそのために何のためにやっているかってうと常にお客さんに新しい価値を届けるため、よりこう喜んでいただけるためってところは多くの会社さんね共通してるなと思います。やっぱりそういう情熱とかパッションがないとそもそも科学的なことをやるからなんかこう科学的にねなんかとにかく効率化だとかそう数字数字よりもやっぱりやってる人たちっていうのはすごい熱くないとやっぱりなかなか 気にならない。そうです、ね。そうです。どうです。ですかあの、なので、さっきのその効率化、最適化の部分って。はい、やっぱこう。し いわゆるビジネスモデルの進化磨き込みなんですよね。うん、に対してこの新しいビジネスモデル変革の部分ってやっぱ探索行為なので、うん、一発でで正解にたどどり着くこととってほとんどないですよね、うん、その時にやっぱりこう折れそうな気持ちとか、はい、も,うもうこんないつまでこんな金使うんだみたいな話とか絶対社内でも言われると思うんですよ。<笑><笑>その時にやっぱりいやでも何のためやってんですかってことを社内に説得し、ねはい、部下も説得し自分を鼓舞しっていう時にやっぱりお客さん見てないとやっぱ厳しいんじゃないかなってのは思うので,で、ね、う成功してる会社さんってそこを見据えてらっしゃるからこそ成功してる。 うん、途中で諦めないということもあるんじゃないのかなとな、ね。なるほど、ね。いや、いい話。セーういやもうまさに、ね、そうだと思いますよ。うん、なんかこう。世の中にいいことをやっていきたいとか、お客様にいいものを提供したいということを、うん、なんか実直に。やってる方々が多いなと。はい、などうしてもね、デジタルを使っていると、派手なサービスとか、アプリケーションとか、イメージあるじゃないですか。まあ、いまだに、まだあると思うんですよ。あの、なんですけど、その裏側にある、なんか泥臭いことを。うん くくじけずにやっていくパワーでしかもやっぱり社内とかを説得する時にお客さんにいいものを提供しようっていう言葉に対して否定ってできないと思うんですよね。これをやっぱり言い続けるっていうことがやっぱり一番大事だと思っていてその手段としてデジタル使おうよってことだと思うんでまあこの何て言うんですかねこう目的とまさに手段っていうものが逆転してない状態あとやっぱりそのパッションって本当ととわさんおっしゃってる通りでこのパッションないとくじけるんだと思います。 でもそのあたりって今 DX って言葉がちょっとバズワードっていうかまあまあいい意味で全然デジタルトランスフォーメーションってやるべきだと思いますしでもまあ企業って変革することでしか生き残れないからまあその時に変革しますと手段としてデータとかデジタルを使ってやるっていうことで DX なんでどの企業も DX ってやるのは当然だと僕は個人的には思ってるんですけど。 文脈で言うと昔はまあ攻めの IT とかっていう言葉もあったし昔その昔はまたもっと遡るデータ分析ブームっていうのはもう相当前からあってまあ出ては消え出ては消えなんですけど今やっぱりここに来てなんですか皆さんの手応えとしてあ本物の本当にちゃんとやりたいっていう企業が出てきてるっていうまあ割とポジティブなイメージで今事業されてるのかいやまたちょっといやまあお金は儲かってんだけど。 ちょっと偽物多いよねっていうね <laughs> ちょっとこういうこと言っちゃっていいのかな <laughs> そういう雰囲気としては皆さん今自分たちの事業のシチュエーションでどう見てますか？僕はすごいポジティブになってきてるなと思ったんですよね。うん、で多分あの DX が始まった時ってそのまさにあの IT の話が主でしたよね。はあはあ、で基礎のレガシーの IT がね、はい、ダメだとかブラックボックスだとかっていう話。なんかこうなんていうかなダメなものを なんか直そうみたいなことがまあ主になってた DX のなんか最初のトリガーだった気がするんですけ、ね、ど,どそれが一周回ったのか二周回ったのか分かんないですけどなんかやった上で結構原点回帰なんだろうなって今思っていてそういう意味でそのやっぱりビジネスのために一番大事なことは何っていうことをもう一回考えてやるいわゆるなんかすごく考えるっていうことを一回やちゃんとやんなきゃダメだったよねっていうことに戻ったことが。 結果今いい感じになってるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。ねでそこになんかデータってすごい使えるじゃんってことが皆さん気づいたからよりいい方向に僕自身は進んでるというふうには思ってますけどね。そうそう。いかがです？まあやっぱりあのこの一年考えるとやはりこの大変な目にまも今今もあってますけどコロナの影響ですね。これで本当にこの国の状況というか、はい。 やっぱりこう IT が整ってないとリーダーは全く状況が判断できないっていうのがもうそれができてる国とそうでない国がここまで下がるや,やっぱ国のちょっとね行政の裏が IT 化がどれぐらい進んでるかとかどんなシステムを使ってるんで見えないじゃないですかでもこれ露呈しましまたよね残念ながら。でもうそうでちゃんとできてる国とそうでない国で全然その違うという状況は多分あのー。 国民も見ましたし政治家自身もやっててなんかやばいぞこれはってす、ねすね、全ての人が多分見て、うん、それをこう問題意識やっぱその企業のトップもですね絶対見て感じてると思うんですよね。うん、ねここまで違うんだっていうところですねいま、うんうん、だにね大変な苦労されてる方がい、はい、このコロナではあってですね、はいはい、なんか良かったとは絶対に言えないことなんですが、えー、ただまあこのなんか 国難をですねプラスに開発するならば、うん、やっぱその多くの企業の経営者が気づいたんじゃないかなと思っててですねこれをまあ一つの契機にですね、はい、なんかこう拍車かかっていくといいなというふうには思ってますけどね。いいや面白いですねでも本当に DX であの,、まあ、であのなんですかねこうどっから手をつけるかみたいな議論になるときに、まあ、私も取材してて、まあ、皆さんの会社の株価を上げるために私なんか物事言うわけじゃないんですけど、まあ、実際にやっぱり取材してると。 DX の一丁目一番地ってデータ活用だっていう話にはなっていてまあもちろんテクノロジーとして AI を使うとか IoT 使うとかいろいろ何を使うと ERP 使うとかもあるんですけどやっぱり現象というか取り組みの様としてはやっぱりデータをうまくもっと使って科学的にアプローチ何かをしていくってことはすごい重要でただそれが一番そのカルチャーチェンジにもなるので難しいんですよね。結局だからそこが今 いいろろとこうツールは入れるんだけどうまくいってない会社も増えてるのかなと思って一応僕なりにあの調査結果みたいなのちょっとこうあるのでちょっとそれあの皆さんと,ちょっと共有したいんですけどこれ DXRV っていう形で去年11月にあの発表させていただいてまああの分厚い資料なんですけどまあ単純に言うと DX 関連の技術とかソリューションで重要視してるもの何ですかって25個私が勝手にウェブ会議でわっとこう並べて。 まあ、いわゆるシステム部門の長の方とか CI の方にどれが一番大事だと思ってますかっていう重要度のランキンキグを取ったんですよねでそれによると1位がウェブ会議去年の7月8月にこれあの調査してるんでまあやっぱりもう。<laughs> ウェブ会とにかくウェブ会議しないともうとにかく何も進まないぜっていう話で、まあ、1位だと。であとクラウドまあこれはまあインフラとしてもまあパースやイヤースがいろいろな文脈あるでしょうけどとにかくクラウドにシフトしていってスピード感を上げたいっていうことがやっぱり今の上質の人たちはすごい思ってると。あと面白いのがやっぱり際にデータの収集分析っていう、まあ、このためのインフラ。 もう作りましょうっていう話とかやっぱりそのために組織体制を作りましょうあと人材も育成しましょうっていろんなことが含まれてると思うんですけど際にはやっぱりデータの収集分析が来てるっていうのはとても面白いことだなと、うん、だから皆さんの今やってる事業のバリューっていうのは非常に今高まってるってことはもう間違いないと思うんですねで、うん、もう一つあの共有しておきたいのが あの我々の調査で独自に、まあ、DX に本気で取り組んでて成果を出してるかどうかっていうのを聞いてるんですけど基本的にまあ本気で成果を上げてますよっていう会社の、まあ、ここでいうともう50%近くがデータの収集分析をやってますっていうことを答えてるんですね。で逆に言うと「成果出てません」っていうところはそのあ、ま、あのデータの収集分析っていうのはこのバーの通り20%ぐらいにとどまっていて。 データの収集分析をすればあの DX で成果が上がるかどうかとは言えないんだけども DX, に DX でまあ成果を上げてるぜっていう会社のまあ50%近くはデータの収集分析をやってるっていうのは一つの事実として何かこう面白い結果かなと思って皆さんと一応共有したいなと思ってんですけど僕逆質問で、うんまあ、サーベイまたアップデートされたと思うんですけどもなんか一番。 変わったまあっウェブ会議の話はねしょうがないんだけど <laughs> と、はいはい、思うんですけど、うん、戸田さんから見て、まあ、データの重要度が上がったっていうこともあるんですけどほか、はい、になんかこうそういう意味で言うともう DX 差別読んでくださいって言うとこれまずいんですけど <laughs> <laughs> なっちゃうまずいんですけど基本的に言うと今データの活用、まあ、分析収集だっていうところで起きてる一番の変化はやっぱりデータの 活用人材を増やそうっていう会社がすごい増えてるっていうことなんですね、うん、今いろいろと、まあ、それこそ朝日さんとかいろんなあの著名企業とまあ手を組んでというかそこにいわゆる教育研修とかそもそもデータ活用ってどうやってやるのみたいなところもあの力を入れてそういう事業も伸びてるって話もちらっと聞いたんですけどそのあたりいかがなんですか あもうおかげさまでそのすごい増えてますね引き合いも増えてますし実際に実績も増えてきてるというところでしかもなんかもあの授業始めた頃は本当に少人数の、まあ、当社のセミナーにまあなんかこう、うん、まあ数人派遣いただくみたいな、うん。うん あのわざわざこう貸し切りとかじゃなくてですね、うんまあ、当社がオープンでやってる公開講座に、まあ、数人こう、まあ、出席させるぐらいの話だったのが、うん、今本当にあの目標数百人単位みたいな形でですね、うん、もう専用カリキュラム作ってほしいみたいなそういうタイプのお話がやっぱどんどん増えていますのでれ企業側のニーズが高まっているっていうでしかも規模もすごい本気度がすごく伝わる規模で目標が設定されてるっていうのがなんかすごく。 ここ数年で大きく変わったかな、うん、っていうところかなと思いますねこの会社のその教育研修とかすごいよくできてるから面白いぜとか事例とかってなんか紹介できるのってあったりしますかとある会社さんで新卒,、うん、新卒研修に全部入れていただいたっていうことがあったんですよ新入社員にデータ分析のいろはを 全員に教えるっっていう事例があったんですね<ー>これすごいなと思っててこれすごい変化だなと思うわけです。<ー>つまりもう若い方々はもうデータ分析のいろはぐらいはしてないとダメだっていうことをかじきられてそこのプログラムを作らせていただいたりとかしてるけど<ー>今多いなと思うのはまあデータの専門チームを作りたい、はい、でそこにえと専門知識をつけるっていうのは当然まあ,あるんですけど裾野ですよね、うん、みんなが分かった方がいい。 っててていいう流れにだいぶシフトしきデータ活用の民主化みたいなそうですそうですまずいろはぐらいは知っとこうよっていうのがなんかこうだいぶ浸透してきたなというふうに思っていて、うん、やっぱり、ね、これまでエクセルとかで、はい、まあ何かしらやってたと思うんですけど手元のパソコンだけだとちょっとデータが足りないデータを、ね、分析するにはちょっと難しいよって時代にもう突入してるので。 やっぱりそういうことも含めてですね。なんかこう皆さんがあのデータ分析ってまあ何でしょう？うん、ビジネスパーソンとしての基礎教養みたいな感じになりつつある雰囲気は感じますけ、ね、ど、いわゆる言葉が共通言語がどんどん増えてくると。 もうなんか昨日まで1日かかってた対話も1秒でできるようになるっていうのは、はい、そういう人たちが増えていった方が皆さんもいいんですね事、はい、業をやるうでね。そうですなんであのでお客様で一緒にプロジェクトをやっているメンバーの方々が統計の検定を受けられたりとかするようなことも自発的に起きたりとかしてるので大学の教育も今もう,そうです、ね、データサイエンス必修化って動きにもうかが切られて。はいまあ、2019年の、AI、戦略で、はい あのまあそれこそあの新日本のあたかさんとかがですね、もう50万人全員だ、全、えー、<laughs> 50万人って規模はあのその年の大学生えー、大学生とまあ、うん、高専生の卒業生合算ぐらいの数なんで、私分含めて全員が受けないと50万人で数段に行かないですよ。それがもうなんか目標に国の目標になってるんで、<ー>もうやるしかないってなって,てもう去年から必修化が走、うん、走ってます。だからあの数年後にはあの。 まあ、もちろんその必修で受けただけだと触りぐらいですよそれでもデータサイエンスって言葉で勉強した人間、うん、AI の基礎的なもの、うん、AI に何ができていか難しいかぐらいのことは理解した人間がどん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 廃止されるわけです、うん、それを受け入れる側の企業もそれをこうなんかその科学的にやるデータに基づいて意思決定するみたいなのがなかったらですね本当にそっぽ向かれちゃうっていうところがですね。でも本当に そうやって期待して、はい、あの勉強した人間が社会に出てそれを生かす機会がなかったら、うん、やっぱりこうそっともかれちゃうっていう部分もあるのでる、ね、本当にあのあ<ー>そういう意味でもあのちゃんとデータに基づいてこう意思決定回すみたいなことはですね、うんうん、あいろんな会社がちゃんと準備しとかないと本当に入ってきた社員がこんなことまだやってんのかみたいな話になって失望されちそうすると優秀な人材がねせっかく入ってきても、まあ、逃しちゃいますよねちょっと言いある離れていっちゃう。 でもそういう意味で言うと私もなんか今回取材して今草野さんのお話聞いててもそうだなと思ったんですけどデータ活用の人材を増やそうっていう機運とかまあいろいろとそれこそデータサイエンス協会で草野さんもいろいろなことされててあのそういうムーブメントっていうのすごい僕大事だなと思ってるんですけど一方で何て言うんですかね結局先ほどおっしゃったようにそういう人増えても、まあ、そういう人たちに生かせるような組織風土とか ルールとか経営の仕方とか業務の意思決定のやり方っていうふうに中を変えていかないとなんかなんていうんですかね結局言っちゃすごい分かりやすいこと言て英語のすごいあの能力にたけた人いっぱいいるんだけど海外の人と一言も喋らない仕事に就かせててもまあ宝の持ち腐れじゃんっていうなんかその辺りってちょっと一瞬今。 こうお話聞いてて心配になったんですけどそのにりって皆さんだからこそこういうイベントをやってですね経営者がデータサイエンスを理解し重要なんだよってことのあ<ー>まあ啓蒙啓発はやっていかなきゃいけないと思ってそのもこの、まあ、イベントの、まあ、テーマの一個ですね。なるほど、うん、データで全て何か物事を決めるってそれだったら機械がやればいいと思うんですけどやっぱりもちろんそのデータをどういう文脈で意思決定するかっていうストーリー作りのためにもデータも必要だし。 だからまあその辺の辺センスっていうんですかねでも結局データがないとこういうやり方でデータ活用っていうのはうまくいかないとかいやこれだとやっぱりうまくいくみんなが頑張るとかってやっぱりとにかくトライアンドエラーだと思ってるんですけどそういう意味で言うとこう皆さんの今あの今回出ていただいてるクライアント企業っていうか、まあ、パートナー企業ですかねお客さんでもねパートナー企業とかっていうのはだいぶそういうカルチャーとかそういうまあ 小さくとにかくトライアンドエラーみたいな雰囲気にはなってるっていうイメージなんですか、ね、なってますよねでも3年ぐらいかかってますよね皆さんねやっぱ時間かかるんであのー、まあクライアントの皆さんによってはやっぱりこれがいいということは分かっているけど、はい、やっぱりおっしゃってるように、うん、なかなか理解されないとか、うん、ついてこないみたいなことがあるから、うん、どうやってこの価値を見せるかっていう、うん、この作戦に。に根付かかせなないいないいいいとけじゃないです,かなです結局 今日出てきていた今回のセッションでねあのクライアント企業というかその事例で出てきていたキーパーソンの方々って、はい、まあ,あの、まあ、タレント見ると、うんまあ、その会社でおそらく、まあ、相当上に上がる方とか、はいまあ、世の中にインパクトある、まあ、優れた方だと思うんですけど、はい、そういう方がいるうちはやるんだと。定着、ね、いわゆるその方が例えばもう <laughs> 退いてもなるようにするっていうのは結構何年かの経緯だと思うんですけどその辺りって、まあ、皆さんがどうやってこうソリューションをまた、はい、あの提供していくかっていうこともなんですけどその辺りのチャレンジってどんなふうに思ってるんですか、まあ、あの先ほどのサーベイの結果で、うん、あのデータ活用してる家活用をちゃんとしてる会社は成果を出してる。 それでやっぱりちゃんと貯めてそれに基づいて意思決定するとまあ成功も失敗もあるけどサイクルもありだすんですよね。なるほど。でやっぱりそこで文化になっていくしファクトベースで議論するカルチャーにもなっていくしって話になると思いますし、その軽トップもデータに基づいて意思決定できる体験をした後にですね、なくなっちゃいましたは不不安でしょうがないと思います <laughs> そ。そうかそうか今までデータ使って決めてたのが急に明日からデータ活用やめますっていうのはもうならない。そうです。後戻りはだからない状況です、ね。そうですね。なんで。 それがこう一定の資料が共通言語になって、はい、しかもそれをもとにこう経営会議とかあの豊島会で議,議論するようになるとそれが明日からなくなっちゃったらどこまで経営が戻ればいいのかそう,、ね、まあそうなっちゃうんですかだから本当にそれが一定のレベルでも経営とかの中で入って使われるものになってしまうと多分ね後退はないんじゃないかなと思いますななういうののがが当然になって最初の一転転りり二転が,りがやっぱり まあそこまでにこう会社の規模によっては2年3年の経営になったり、下手すると5年の経営なんてそこまで粘り強くやれるかっていうのはすごい重要だってことですよね。あの、うん、クライアントの皆様からまあそのさっきの人材育成の話も、うん、自分たちの会社にはどういうタイプの分析ができる人材を揃えたらいいんだってまあ人材像というですかね、はい、話になった時に、うん、いやもう高度な人分析人材は最悪いらない必要ないんじゃないですか。 っっててていいう話だと思っていてま,あまさに言ったビジネスの話とデータでそれを実証するっていうところをこうつなぎ込める人がいればその先の一転がり二転がりって回るはずなんでとにかくそっちを考えた方がいいと。でその時のデータ分析ってもしかしたらあの本当に四足演算縦横集計するだけかもしれないそれでもやっぱりビジネスと繋ぎ込んで意味ある価値に転換するっていうことを できる人がもう一人でも二人でも増やしていくことによって、そのさっきの車輪が回るんだと思うんですよね。ねなんでまずそこからなんじゃないですかねと。ど,ねどうしてもデータ分析人材っていうと正直そのあのその人事の方だったりとかも、うん イメージがかかないからどうしてもアルゴリズムを作れる人が必要なんじゃないかとかいろいろ考えるんですけどいやまずはねその繋い込みできるセンスを持った人というかまあそのベーシックなスキルを持っている人をとにかく増やしていくっていうことが大事なんじゃないっていうことで最近はどうしてもそういう話の方が増えてるといだから基礎素養だけの人もいればまあ中級クラスの人もいてあと上級もってまあそれはその会社によって必要な人材をちゃんと育成したり採用したりはめ込んでいくそういうことになるんですよね。 僕個人的にはぜひ<ー>ねあのちょっと手前味噌になっちゃいますけど、はい、私たちのデータサイエンティストのみんな,みんなとですね一緒にこう仕事してもらいたいなと思うんですよ。やっぱりほら 高級フランス料理も食べてみないと美味しさって分かんないじゃないですか。かデータサイエンティストのこう技術が高いってどういうことっていうのを知らずして、あそうかなるほど。その途中の定義って決められないじゃないですか。確かに。なんでぜひこう本当に高度な分析とかデータサイエンスが必要なテーマで、こう私たちのデータサイエンティストのメンバーもスキル がすごく高いメンバーたちと戦うとあ、これがデータサイエンティストなんだって。知っていただくのもすごくいいかなっていう風うに思っていて、そっから自分たちの会社に必要なのはどういうレベルなんだろう？って考えることでもいいんじゃないかなという風うに思います、ね、そって、もう御社の例えばツールを買う買わない。関係なく、そういう相談したら、まあもちろんその内容によるんでしょうけど、そういうお手伝いとかも。もちろんソリューション事業として。転移 そうですねお客様のご依頼に合わせて、うんえー、アルゴリズムを開発したりまあ<ー>大事なのは問題解決なんですね。あなのでもう問題がないとダメなんですけど問題点からスタートなんですけどね,ねまあその問題があのやっぱり高度でデータもあのかなり 複雑な構造になっているものを取り扱ってやらなきゃいけないとなるとやっぱりそれなりの技術を持っている人がやらなきゃいけないと思うんですよねまあそういうテーマをいただくというか、うん、まあそれのメッキは私たちがしますので,なるほどで一緒にやっていただくと見えてくるものあるから一回一緒にこやっていただくといいんじゃないかななるほどね、はい、でも確かに まあ、レベル高い人たちとねやってみないとどういうおいしいものがあるのかって確かに分かんないっていうのは分かりやすいですね。ねそうなんでぜひねそこは思ったりはしますね。えー、でも今回そういえば、ね、まあいろんな意味でよくそのあの組織体制で、まあ、のうまくやれてるユーザーとか、まあ、頑張ってるユーザーが今回のカンファレンスにも出てると思うんですけど IT 部門とね要は DX とかデジタルあのデータを活用する部署とか。 まあ割ととちちょっと断絶しがちで、まあ、<laughs> 言い方あれですけど IT 部門の人たちは、まあ、セキュリティもちゃんとやんなきゃいけないきちんとデータ分析インフラ作んないとそんな難しいそんな簡単にできないって言ったりとかあとデータ活用したい人たちはなんか IT 部門がちょっとスピーディーじゃないからなかなかデータ活用が進まないとかちょっと断絶してるんですけど、まあ、そういう会社も少なくはないと、うん、そういう状況ってどんなふうに草野さんとか関口さん思ってます いや、もう本当それもおっしゃる通りの問題意識を持ってみて、僕らも、まあそれもだからこそ経営者なんですよね。ねもう、うん、もう本当にあの経トップがその重要性を理解し、はいうん、そのあのこの垣根を超えさせるための工夫なりブリーズする人材なりを当てていくってことをしなきゃいけなくてですね。なので今回あのお呼びしている皆さん登壇者って、はいうん、まあ社長自らあの。 牽引されている方もいれば、あのそのために外部から招聘されたようなタイプの GCDO、あるいは下から上がっていって、もうあの任せてるっていうパターン、いろんなパターンの方がいらっしゃいますけど、基本的にはやはりそこのあの経営者の社長直轄のプロジェクトでえっとや、にについてるってのはやっぱ共通していることなのですね。やっぱそこはないとやっぱむ難しい。データって結局 IT とビジネス両方のこう含意している部分があるので、これ両方に。 を分かっている人間とか、両方に対してこう発言権がある人間じゃないと、うん、あの使いこなせない。そうですね。確かに。もうまさに今日お話しいただいている方も、多くの方が。うん、データってつないで意味がある話って、結構されてると思うんですよ。はいえー、で、やっぱりその、そうすると、こうデータはつないで価値が出ることは分かっているんだけども。 オーナーがそのデータのオーナーが部署が違うっていう会社の事情っていうのがあるじゃないですか。お客様に全く関係ない事情ですよ。で、これを飛び越えた方がいいですね。って口で言うの簡単なんですけど、もう大変なわけですよ。ねそうすると結局部門を超えるとか。あと、場合によっては会社を超えてデータを連携させるみたいなことが出てきた時に飛び越えるのって、もうその上で飛び越えるしかないから、繋げるのってもう経営の人としかいないんですよね。で、おっしゃってる通りでなんかこう。最近ね。ありがちなのが。 IT さっきおっしゃったように IT 部門のスピードが遅いからって IT 部門が悪者になっちゃったりあとはどっちかっていうとビジネスラインの方が勝手にやってるって言われてまあ悪者になっちゃったりなんかどっちが悪いとかそういうことではないんだと思っていてまあきれい事かもしれないけどもまあみんなでやった方がいいじゃないっていう状態につくんだったらもうつなぎ止めるのはその上にいる経営の皆さんなんでもうとにかくそこ頑張っていただきたいなっていうのは思いますよね。 セッションに出てる方々もそうでしょうけど高い目標があってそのためにはそういう垣根とか取っ払ってまあ喧嘩しないくっていうかまあやっぱりチームワークよくやっていくどっちが偉いとかどっちがダメだとかじゃなくてやっぱりそういう高い目標に向けてどうやっぱり一万円上になってやれるかってまあそれこそやっぱりリーダーとか変革リーダーとか経営者のやっぱり責任だっていうことなんですっごい印象的たのは、はいうん 店舗あちらさんってもともとカタログ通販で始まった会社ですけども店舗を持っていてその後 EC になってと EC のシステムと店舗のシステム違うのでそこポイントシステムも違いますみたいな話でもう今の小林社長が着任した時にもう30年近い歴史があるのでもう伝統的に店舗事業と通販事業と別々そこの通販の横に EC があってって顧客対決て完全に切れちゃってるっていう状況で。 システム違うんでどうしようもないみたいな話をもう着任早々にそこはもういやお客さんには関係ないからっ,っもうガシャッとで今はシームレスにもう店頭で試してもう今日は重いから化粧水持って帰りたくないとあとで EC で買ってくださいっていでも普通に気持ちよく店員は返すっていうなそういうふうにリアルとネットの垣根をだからもう。 それって結局その裏返せば裏でシステムが別だからっそこもだからお客さんを見ようよでううカシャッとやってるんですよでもまあすごいなと思うのはやっぱ簡単じゃないですね、はい、そうですね、まあ、しかも小林社長って同じグループとは別の会社からポンと来てオリビスには何の人脈も基本ない中でです、ね、なるほど。いきなりそれをやってしまうっていうあるいはそれをが大事だから相当な抵抗がきっとあることを覚悟の上でやられたんだと思うんですよねなるほどね。 いやそれはやっぱり何を見てるかってとお客さんを見てるって話だと思いまして結果としてそれをやることによって本当に本当の意味ではお客さんがデータとして使えるようなこう分断されちゃうと本当に何が何だか分からなかった状況だとより彼らとしてはそのやったことによってお客さんのことがデータ越しにも分かりやすくなって多分どんどん,どんまたその経営も回りやすくなっていくって循環が多分回ると思うんですね。ややっっっぱり経営者がどどこまで覚悟を持っててるるかっていいいううのはなんかすごく大きなななというふうに思ほ本当に いや最後の話ね本当なんかデータサイエンティスト経営の隣にっていうかねまあ本当コンセプト通りにいやすごいいい話で終わって私ホッとしてるっていうか勉強になりました <laughs> でも本当に大事なことってやっぱり今回みたいなカンファレンスをね、うん、まあその会社にいる変革リーダーの方もそうですしやっぱ経営者の方も共有してやっぱりやってる会社もあるぜと、まあ、そういう、まあ、もっと深く知りたければまた皆さんに。 ね、特に問い合わせいただいて、こうみ、あの、いろんな話、コミュニケーションしていただくのがいいのかなと思って。いや、ちょっと時間がもう来てしまいました。<う>いや、とてももう、楽しい時間で、私も本当に勉強になりました。本当にありがとうございました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。じゃ、これにて対談を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。